私の場合はずっとグレを求めてる。タフな環境、ワクワク感です。行けるのか行けないのか、釣れるか釣れないか、やはりジーソで釣りたい。ギアに対してはタフさ、まあ、その耐久性っていうのは絶対必要だと思ってます。さらにですね、ギアが釣りを邪魔しないこと、ギアが自分を助けてくれる、この3点を、私は求めています。まあ、素材としてはゴアテックスの素材を取り入れてまして、透湿性に非常に優れております。冬場であっても結構歩くので、どうしても汗をかくんですね。この時にかいた汗をウェアの外に逃がしてくれないと、どうしても体の中が濡れてしまう。でそれで釣り場に着いて、まあ、30分から1時間もすると非常に寒くなってしまったり不快になってしまうので、この透湿性っていうのは非常に重要だと思います。私が特にこのゴアテックスでいいなと思うのはシューズですね。シューズの中に水が入るっていうのは結構致命的なところなんですけれども、ただこのシマノのゴアテックスを使ったシューズっていうのは非常に防水性に優れているので、多少こう波をかぶっても水が入ってこないんですね。なのでこのあたりは本当に信頼できます。私にとってリミテッドプロというのはシマノの最高峰のブランドであり、ゴアテックスという最高のマテリアル、そのあたりを取り入れた、まあ、最高のものだという認識で、これを着ることによって自分の中の釣りのスイッチを押してくれる、そういう存在がリミテッドプロかなと思います。